これはカイルアでもあるザ・ピック・レディね、そう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 、これはまあカイルアに行った時に今度は食ってみよう、うん、あった、でかいな、私さっきも食べ物としてさっきの方がいいな、フローズンヨーグルトなんだ、どうですかフローズンヨーグルト、デニーもとココナッツですね、はい、どうぞ、と彼にパパイヤをします、パパイヤ、おパパイヤ、おいしい、おいしい、あ、ちょっと味見したかったのね、うん、どう、うん、これね、濃いわ、結構濃いよ、うん、うんうんうん、おいしい、あ、おいしい、芋好きかな、濃いの方がね、いいかもしれない、濃いがおいしいよね、ちょっとご飯食べてから、うん、こよ、これね、うん、これこれ、若干プーに見えるやつですね、私も紫の方がいいかな、最後出た、あ、なんかプーがいる、あ、プーがいる、プーがいる、プーがいます、あら、美味しそうなこと、今ジュース買ったから、もう本当にね、ジュース、うん、あ、おばあ様が素敵だよ、しーちゃん、変わってるよ、ほら、おばあちゃまが、うん、かわいいよ、そしてこれが可愛いね、うん、可愛い、可愛いじゃん、素敵、うん、これはピクルスとかかな、でもあの T シャツ良くない、あー、I love なんて書いてある、いいな、帽子が可愛い、うん、バッグも可愛い、アダルト T が20ドルって書いてある、うん、ちょっと、ね、後で、あと30分だから、うん、わわわわわ、てんこ盛り野菜になります、うん、たこ焼きもあるんだうん、うん、すごいね、パンパンとか、とりあえずざっと終わりです、ね、終わりですな、まあ、何を食べよう、私あのハンバーガーが、しーちゃんもちょっと熱くない、汗かいてる、大好き、うん、今だったら混んでないから買えるんじゃない、そうだね、でも食べ物優先しよう、うん、じゃあまずはハンバーガー行く、結構な量だと思うよ、私はチーズバーガー、どれにしよう、マッシュルームも美味しそうだから、じゃあ僕ロコモコバーガーにする、足ちゃんありづらくていいの、でっかいソーセージ、ああ、そっか、そっちか、どれにする、はい、お疲れ様でした、マッシュルーム、マッシュルーム、マリアンシェーブアイス、うまそうだな、では私の方はソーセージのドッグでめっちゃでっかいやつがあるんで、それに並ぼうかなと思います、ここだったかな、お水は1ドル、決まってます、朝飲みました、まさに、はい、はい、すいません、ありがとうございます、幻のキングコングドッグ頼みました、ではシーツマと合流しましょう、
たいた。8ドル。8ドル、あ、お安い。これでもまあ2ドルかな。でも、この紫のね、パンがね、色を取ると、わかるかな、紫色してるのが、このパンがちょっと食べたくて、この裏側座らないと。日陰ちょっと休憩大丈夫、今日休憩食べましょう。これね、すごいですね。ちゃんと2つ、ね、何も言わないのにフォークをつけてくれて、かわいいね、あの色のとてもよく焼けた、ちょっとコロッとした男の子が売ってて、3ドルだったんだけど、さっき取ってくれたかな、この紫のね、あのタロイモだと思うんだけど、お芋が入ってて、タロイモじゃない、ポイ、ポイ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 、このバンズがちょっと気に入って、他のハンバーガーをやめたんだけど、どうかな、あ、もっちりしてて美味しい、バンズが甘い。結局何買ったんだっけ、これはマッシュルーム、マッシュルームか、ほら、こういう感じで、ここにマッシュルームがいて、一番売れてますよって言われて、美味しい、これパンとっても美味しいので、多分あのハンバーガーそのものもバランスいいんじゃないかなと。こっちも美味しそうだね、大きい、でかいのよこれがまた、もうなんかパンよりこっちが大きいような、食べてみたら、幻のキングコングドッグって感じ、幻の、大きい、8ドルって書いてあったんだけど、あ、違う、10ドルって書いてあったんだけどね、8ドルになってた、お安くなった。はい、味みかん。うわー、よいしょ。はい。いや、ソーセージがでかい。でかい。肉肉しい。うまい。あ、これ、今、なんだろう、顔近づけただけで、ものすごくいい香りがする。中の匂い、懐かしい匂い、なんだろう。おー、美味しい、これ。ソーセージもちょっといきたい、ガブッケ、もうね、ソーセージがこれだけ美味しいと、美味しいに決まってるソーセージだけでもうまそうだった、焼いてるところ、サンプルで置いてあったのがちっちゃく見えたんだけど、すごい重さ、重い、重い、てかそこそこのサイズ、まあ、あのハンバーガーとしては普通、まだ普通だけど、あ、垂れていたジューシー、すごいジューシーも、あ、もう断面が紫だこれ美味しい、あとで食べさせてください、もちろんしっとりしてて、パンがね、やっぱり甘みがあってしっとりしてるから、さっぱりしたふわっとパンが好きな人は重いと思うかもしれないんだけど、ちょっともっちりしたのが好きな人はハマっちゃうんじゃないかっていう。ハンバーガーがちょっとだけこうレア気味な内側が見える、確かに、でもすごい、もうこの肉汁が垂れまくって、すごい美味しい、意外とこの紫とグリーンの対比が綺麗だよね、ほんとこれ量が多い、まあ後で手伝ってあげよう、手伝って、続々と終わっていくな、マカダミアナッツのお花、カイラローカルハニーだ、はい、おすすめはこれは面白いね、ココナッツの花ですね、オリジナルでお店に置いてないので、ココナッツの実は入ってないので、うん、そのお花なので、ココナッツの味はしないんですけど、なるほど、うん、何でも合いますね、うん、あと、あ、そのままで、次に
珍しいのだと、うん、私たちが作った、はい、この島の海岩で採れた蜂蜜、あ、海岩の、いろんな花がミックスされてるので、アレルギーとかに参加してちょっとつぶつぶしてる。本当だ。全然味が。うん、違うの。どっちの方が？蜂蜜って感じがすごい。蜂蜜って感じがする。カエルはカエルなの嬉しいよね。でもさっきのココナッツがすごくなんかさっぱりしてて。こっちにする？うん、ココナッツ。こちらが今度はオキアデフアのアイスになります。濃ゆいこれだ。こんなに違うんだ、ね、私このココナッツがいい。全然大丈夫です。多分このココナッツ行きたいところだな、うん、おいくらぐらいするのかしら、はい、あ、ありがとう。こちらがマカデミアナッツのお花になります。あ、これも濃ゆい感じだね。ココナッツがいい。じゃあ買う。ココナッツ買っていく。すごく美味しい。大きさで違う。大きさで違うんだね。これ全部ココナッツ。お値段が、大きさなんですけど、6ドル、10ドル、12ドルで、はい、6ドルが3つだと15ドルになるので、はい、ちょっとお得になります。あ、これが3つだね。6ドルって言ったよね。どっちかな。10ドルサイズを買っていくかな。パンに塗るぐらいになってしまうので、私いつもね。それかな、こっちで美味しくいただいていくか。うん。じゃあ、これにします。これを6ドルになります、はい、ほぼほぼ撤収ですね。もう11時回ってるので芋いるかな。どうぞ。はい、ありがとうございます。いただきます。うん、うまっ。ミックス超うまっ。これでよかった。一時はどうなることかと。どう迷うの。迷う。コラダも美味しかったし、マンゴー行きましょうか、試食。パイナップル4種類ある。4種類なの。そう、パイナップル、ホワイトパイナップル、イチゴパイナップル。イチゴパイナップル、パッションフルーツパイナップル、あとオレンジパイナップル、オレンジパイナップル、よし、僕イチゴのパイナップル。うん、うん、いかにもパイナップル。砂糖。じゃあ。はい。このバッグね。無事終了して、最後に駆け込みで。これすごくしっかりしてて。フォーファームズ。中があのコーティングされてるんで、雨でも大丈夫で、ここがね、キラキラ光るのが、とても素敵なあのおじちゃまでしたね。それは、キャップ。トマト。トマトが日の出のように出てくる。ダンドン、ダンドンって出てくる感じの。あと T シャツ同じね。T シャツを。あれ T シャツ、うん、同じ柄じゃないよ。あれトマトドーンってあるよ。 T シャツも1個、うん、買いました。お土産集大成はまた撮影してみます。そうですね。いや楽しかったです。いやあんだけいた人がこんなに一気にいなくなる。私たちはじゃあちょっと暑いので今日は無理せずサイクリングでと思ってたのはやめて、ちょっとやめてUberでこれからホテルに行った。ホテルじゃないか、まあでも一応ホテル、うん、ホテル宿泊施設帰ります。ホテルじゃないな、あれな、うん、アパートみたいなところからね。じゃあウーバー呼びましょう。助かった。暑いね。暑い。
too hot. 昨日は結構まあまあね。今日はもっと暑いから。日本語お上手ですね。ありがとう。助かります。ファーマーズマーケットから帰ってきました。いやー楽しかったね。楽しかった。そして、なんでしょう、戦利品と言っていいのかしら。なんか購入したものもあるし、購入したらおまけもらったものもあるし。これ、この大きいトマト、びっちり新鮮。うん、このアイコンが目印の、ね。T シャツと帽子とバッグを買ったら、フォーファーマスっていうのかな。フォーファーマス。このチョコレートは試食してとっても美味しかった。これがね、特に好きだった。ココナッツ と、ジンジャーが入った。これが何だっけ、ココナッツのお花でをから取った蜂蜜で、なんかすごいさっぱりしてたので、ちょっと美味しかったので、買ってみました。これはね、ジャムで、無添加手作りで、開けなければ1年持つってことだったので、このまま持って帰る。マンゴーがね、一番おすすめ、ほとんどマンゴーでした。これで、ね、T シャツがね、これ、実はこのなんか、面白いね、こういうパックに入って。一回ちょっと開けたのでクシャッとしてるんですけど、綺麗にこうね、はい、うん、こんな柄ですね。じゃじゃじゃーん、かわいい、これこれなんかとてもこのお店の方が言うには、うん、よく売れる一番人気だよって、うん、ここしかないですね、うん、かわいい、うん、こんな戦利品でした、うん、あとはグリーンスムージー美味しかった、うん、ハンバーガーとかも美味しかったし、いやボリュームもすごかったし ね、 さすがハワイサイズというかアメリカサイズというかね、サンプル見るとそんな大きくないかなと思ったら、やっぱりサンプルが作り置きしてるものだからちょっと小さく塩ってなっちゃって、塩ってるっていうか何でしょう、ペタンコになってるからそんなに多く見えなかったんですけど、うん、出来立てはもうすごい大きいのが来てびっくりしたりとか、あとちょっとね、パイナップルの 100% のジュースも飲みたかったんですけど、いろいろたくさん飲んじゃったのでカパカパになっちゃうかな、今度またね、行ける機会があったら、もう一回チャレンジしたい、いろいろ食べたいものがありましたね、うん、いや、なかなか楽しかった、楽しかったね、そんなに大きすぎなくて、もっとこう私だだっ広くてたくさんあって回りきれないのかなと思ったら、まあでもこう見落としさえないよね、あれ多分大丈夫かなって、すごく疲れちゃうっていうほどのだだっ広さではなくて、1時間だとちょっと慌ただしいかな、ね、ちょっと1時間半でギリギリだったもんね、だからまあできれば2時間ぐらいあるとゆっくり見て試食したりしながら食事もしてって考えると、せめて1時間半まるっとから2時間ぐらいあるとすごくゆったりできるかなっていう印象のサイズ感、そう、ね、うん、そして日本人がやっぱりめっちゃ多い、多かったね、あとでも日本語喋れるスタッフさんがとっても多かったので、うん、助かりました、うん、でやっぱり何か乗り物で行かないと、自転車だとちょっと暑い日は坂道が途中行くまで、ね、カピオラニ公園過ぎたあたりまではいいんですけど、うん、途中で坂道が永遠に続くんですよね。で、私は問題なく行けそうだったんですけど、ちょっとシーズマ的にはこれ無理、熱車にやられたっていうのもあるし、ちょっと大変だったんで、まあ、体力に自信のある若い方であれば、ビキを使って自転車で山頂まで行くと。だから下りはね、すごくサイクリング楽で気持ちいいんですよ。行き結構しんどい。行きはね、やっぱりこう足がフラフラしちゃうともう危険な感じかな、ハーハーし暑いしね、うん、やっぱり時期にもよると思うんですけど、で途中からちょっともうウーバー呼ぼうって言って、呼んだらサクッと行けて、街中からもサクッとね、これだったらいけるんだ、まあ、20ドル近辺ぐらいでワイキキ、ワイキキだともっと安いかもしれない、私たちちょっと中心地離れちゃってるから18ドルぐらいだったけど、それでも18、でも、まあ、あれも多分走ってるね、トロリーとかも途中走ってるし、非常にいっぱい日本人いたからトロリーも混んでるとは思うんですけど、ただもう多分もっと全然リーズナブルに行くこともできる範囲に ある素敵なマーケットでした、
ちょっと一休みして次の予定に行きたいですね。ではでは。